ハイハナイミ法に関して19世紀に描かれたアメリカ合衆国の人種差別風刺画ハイガイ主義とは他の集団に対する排斥的、敵対的、攻撃的な態度、行動、イデオロギー、政策のこと。ハイガイ主義に関連する語として、ゼノフォビア、ネイティビズム、ショービニズムやジンゴイズムがあり、通常、ハイガイ主義という場合には、このゼノフォビアが同義語に当てられる。 ショービニズムは愛国主義を排他的に高揚させ、他の国家や民族に対する攻撃的敵対感情に昇華させるもので、男性至上主義は英語ではメールショービニズムと呼ばれる。由来は赤腕跡義局に登場し、ナポレオン・ボナパルトを崇拝したとされるフランス兵のニコラ・ショーバンから。ジンゴイズムは排外的愛国主義、盲目的主戦論。 対外強硬論を指す言葉である。朝鮮半島で行われた、歌教排撃を描いたもの19世紀から20世紀にかけて成立した国民国家が、その成立過程で国内の社会的少数者を国外に追放したり、虐殺したりした事例が多くある。20世紀には、ナチスドイツが、ユダヤ人、ロマスラブ人の追放政策を実行。戦後は、ドイツ人が、 東欧諸国の排外主義によるドイツ人追放にあった。民主国家であるアメリカ合衆国でも新京都がカトリックのメキシコ人を認めず排斥したり、アンドリュー・ジャクソンの先住民強制移住法による先住民の強制排除、効果論が唱えられたり、排日移民法が制定されたりした事実がある。日本本土、朝鮮半島では朝鮮排花事件が起きた。山川人氏は、 中国政府が抗日教育を普及して抗日感情を煽ったことが1937年の通州事件における鬼築以上の残虐性につながったとして人間の一皮下に隠れている鬼築が排外主義と国民感情で先導する飛び行に針金を通すまでになると先導を批評している。モテギ誠によればドナルド・トランプ政権は建国以来の本来の 米国の姿に先祖返りしただけであり、ブレクジットは光栄ある孤立への回帰かもしれないとされる、現存しないものを含む、ありがとうございます。